こんにちは、理学療法士の宮地です。今回は、現代の病気と言われるスマホ首、ストレートネックとも言いますけれども、の改善を少ししていきたいなと思っております。スマホ首っていうのが、少し説明しますと、スマートフォンを見るときに姿勢が悪くなりますよね。ここに僕のスマートフォンあるのでちょっとやってみますけれども、皆さん スマートフォン触るときに多分下を向いてこういうふうに触るかなと思うんですけれども、その時に、まあ、横から見ると首が前の方に行った状態で触ってるかなと思います。で、この姿勢をずっと続けることによって、首が、前に行って、もともと頭の重さを支えるために首は少し曲がってるんですけども、その曲がっている首がまっすぐになってしまうというところ、まっすぐになってしまうっていうのが、ストレートネック、スマホ首と言います。で、この姿勢をずっと続けているといろんな症状が出てきて、肩こりがひどいから始まるんですけども、手がしびれてきたりとか、あの足がしびれてきたりとかっていうふうに、症状がだんだんと重くなってしまいます。なので、それを少しずつ改善するために今日は体操をしていきます。体操なんですけども、あくまでも改善です。この体操をしたからといっても全てが良くなるわけではないので、普段の、姿勢っていうのを少し意識して、運動を行ってもらえるとありがたいなと思います。はい、じゃあまず一つ目です。一つ目は、はい、ストレッチをしていきます。首の、はい、親指、両手の親指をくっつけていただいて、はい、顎の下に、はい、当てます。で、そのままぐーっと上に押していきます。で、この状態で10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり戻します。はい、次は、今は前をぐーっと上げたので、今度は後ろ、頭の後ろで手を組んでいただいて、ぐーっと前に、はい、ぐーっと前に持ってきます。この状態で10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これをすることによって、首の前の筋肉を伸ばして後ろの筋肉を伸ばすというところができます。2つ目は、次も首のストレッチですけれども、次は横にしていきます。はい、まずは右手で左の頭のこめかみの後ろを持っていただいて、はい、左手はだらんと下に下ろします。この状態で、こめかみをぐーっと右側に引っ張って、首のここの筋が伸びていることを確認します。で、この伸びた状態で10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、同様に反対も左手で右のこべかみの後ろを持っていただいて、で、右手は下にだらんと下げていただいて、首の筋が伸びていることを確認して10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は、はい、姿勢を良くします。骨盤ですね、骨盤をしっかり起こしていただいて、綺麗な姿勢になります。で、この状態で、手は、腰に当てます。この状態からスタートします。この状態から肘を後ろに引きます。イメージとしては胸を突き出すイメージですね。背中の肩甲骨ですね、肩甲骨を寄せる。で、
これ今胸を突き出した状態で10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は前回も、したかなと思うんですけれども、手を前に出していただいて肩の高さです。この状態から肘をまっすぐ、引きます。でその時に肘は肩よりも後ろまで引きます。イメージとしては背中の肩甲骨を内側に寄せるイメージです。これはゆっくり10回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。